夏の太陽をたっぷりと浴びて大輪の花を咲かせるひまわり、もう見ているだけで元気が出てきますよね。あ、蜂も飛んでる。はい、今日はホテルリステル猪苗代の猪苗代ハーブ園に来ています。およそ1ヘクタールの敷地にはおよそ16万本のひまわりが植えられていまして、そのうち今は4万2000本が見ごろを迎えています。こちらのひまわりの背丈は現在130センチほどなんですが、成長していきますと私の身長160センチを超える高さまで成長するということなんです。この高さを生かして作られたのがこちらです。毎年大人気のひまわり迷路。子どもたちは自分の背丈を超えるひまわりに囲まれながら汗をかいて一生懸命ゴールを目指します。この迷路なかなか難しいんです。ちょうど全部隠れますね。こちらの3兄弟は2回目の挑戦ですが、行ったり来たり。こっちが待って、こっちじゃない、違うよ、ここまた同じとこ来ちゃうんだよ。奥はそっち行ったら奥。よかった。迷路やってみてどうだった？2回目もやったけど、2回目やっても楽しかったので、何回やっても楽しいと思います。汗かいたけど、めっちゃめっちゃ楽しかった。そんなに難しくはなかったけど、花は綺麗だった。このひまわり畑は来月28日まで楽しむことができます。こちらのように可愛らしいひまわりのパネルも用意してありますので、映える写真をたくさん撮りながら迷路を楽しんでみるのもいいかもしれません。そしてこのひまわり畑が終わった後も隣の畑でも来月上旬から見ごろを迎えるということです。そちらの隣の畑では迷路の難易度もさらに上がるということですよ。そして実はホテルリステル猪苗代はこのひまわり迷路だけではないんです。毎年夏にさまざまなアクティビティを開催しています。大自然の中で大人も子どももターザンになれるツリーアドベンチャーや、自然に囲まれ心地よい風を感じながら楽しめる屋外プールなど、全部で27のアクティビティで大自然を丸かじりすることができますよ。私も今月リニューアルオープンした人気のアトラクションを体験してきました。3、2、1、では早速私もこちらを体験させていただきます。よろしくお願いいたします。こちらはどんなアトラクションですか？こちらですね、クイックジャンプボルタリングになります。4年前にですね、東北初のフリーホールを使ったもののアトラクションとしてオープンいたしました。はい、ハーネスっていうのをつけてもらって、紐を垂らしてつけると高さ大体目線は9メートルぐらいですね、から一歩出してもらって真下に落ちるというアトラクションになっております。皆さんのスパイダーマンのようにスイスイ登っていますけれども、そうです、ね、私全く登れる自信がないんですが、ね、ハーネスは木登り得意だから絶対できるでしょうね。ハーネスという安全具をつけて早速挑戦します。かなりね、ちょろちょろっとお、ね、簡単でしょ、畑屋さんにかかれば。子供たちすごいですね、スイスイ行けて余裕です。すごい高い。天栄村のターザンって言われたここまででもびっしょり汗かいてます。よいしょ、いや上がれた。うわ高いこっからですよね。すごく高いですね。めちゃくちゃ高い。うわ怖い。これよく子供たち行けますね。すごい。怖い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 。本当に怖い。3、2、1、じゃーん。ってこう。
やっぱ意外に鳩谷さん木登り好きでもこういうのは怖いんだ。じゃーん。おー、おかえりなさい。おー、 V 明け30秒ですね。お疲れ様でした。でも心臓が今もバクバクしてるんですけど、でもすごく楽しいですね。やっぱりそのふわっとした感覚、普段味わえない感覚を楽しめたので、はい、よかったです。いや、私はね、それが嫌な、いい経験できました。ありがとうございます。いやー、皆さんちょっと天栄村のターさんは言い過ぎではないでしょうか。その通りでしょう。木登りは本当に得意なんですけど、想像以上に本当に怖いんですよ。皆さんにもぜひ体感していただきたいです。はい、この夏のアクティビティは9月30日まで楽しむことができますよ。この見ているだけで元気がもらえるひまわりと合わせてお楽しみください。私も迷路を最後行ってきます。はい、何度やってもやっぱり迷う。ゴールどこだ。しっかり出てきてください。最後斉藤さんジャンプできますか。あれ私できます。あ、できますか。すごい。金子さんはできる。できるんじゃないかなと思います。吉島さんだけですよ。私絶対できない。なんとなく分かる。でもこのひまわり畑、本当エネルギッシュも、エネルギーあふれるだけじゃなくて、こうやってアクティビティも楽しめるということですから、子供にはもってこいなのかもしれません。元気がもらえそうですね。はい。